ジャニーズ WEST の重岡大毅さん主演の連続ドラマ、家族募集します。TBS 系、金曜午後10時の第4話が、8月20日に放送された。木村彩乃さん演じる A が、いつも自問自答してる。私が正しいってそう思い込んで。でも、次の瞬間には、やっぱり間違っているのかもって、ずっと繰り返してると、思いを明かす場面が登場。視聴者からは、レイさんの自問自答にめちゃくちゃ共感、レイさんの思いに共感しすぎて何度も胸が痛くなったといった共感の声が上がった。第4話では、ちょっとした意見の食い違いから、俊平、重岡さんたちとの間に小さな亀裂が生まれてしまったレイ。しばらく一人にさせてくださいと屋上へ向かったレイを、俊平は追いかけ、話を聞くことに。いつも自問自答してる。私が正しいってそう思い込んで。でも、次の瞬間には、やっぱり間違ってるのかもって、ずっと繰り返してると思いを明かしたレイ。実は夫とは、まだ籍が入ったままで、きちんと別れていないと明かし、ずっと迷ってる。何が、娘の、雫のためなのか、彼とやり直すべきなのか、と告白。ぐじ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 めんどくさいよね、と続けるレイに、俊平は、ここにいるみんなそうですよ。だからいいじゃないですか。めんどくさい同士で、めんどくさいのをシェアしていけばと声をかける。そんな俊平に礼は笑顔を見せ、俊平も笑って、と展開した。SNS では、木村彩乃ママの、いつも自問自答して、これで良いのか、悪いのかわからなくなるっていうところ、めっちゃ共感した。レイさんの間違いが怖いという文にとても共感しましたなどの感想が書き込まれた。他にも、レイさんのニコニコ笑顔を見るたびにキュンとする。重岡くんと向き合ってニコニコなの素敵すぎる。レイさんがだんだん心開いてくれてるのがなんか嬉しい。レイさん綺麗だし、笑うとギャップがあってドキッとするなぁという声も上がっていた。